セートマス大学はマニラに本部を置くフィリピンの私立大学である。1611年に設置されたサントトマス大学あるいはサントトマス大学としても言及される。教職者の育成のためにカトリック大学として設立され、現存する大学の中ではアジア最古である。1611年4月28日、マニラ大司教により設置されたカトリック学校が起源。 当初はイントラムロスの中にあったが1927年に現在地に移転した。世界最大規模のカトリック系総合大学であり、これまで3人のローマ法王が訪問している。戦時中、旧日本軍がアメリカ統治下のフィリピンに侵攻し占領する際、この大学にはイギリス人やアメリカ人の民間人を敵国人として収容するサントトーマス収容所が設けられた。 神学、哲学、法学、医学、文学、工学、教育、理学、建築、経済、音楽、看護、リハビリ、芸術、体育、会計、観光情報、法科大学院。ありがとうございます。